皆さんこんにちは、大森達志です。今日も始まりました、私の番組何でしたっけ、チャンネル大森達志チャンネル久しぶりすぎましてですね、はい、あまりにも久しぶりすぎて、もう気がつけば、年度が変わりました。新年度ということで、告知で終わっちゃったのかな、この前はコンサートがありますって告知のまんま、で終わっちゃいました。で今日は、もう終わりました。4月に入ってから改めて上原と一緒にこちらでね、会う機会があったので、こちら東京にてそうです、山梨と山形間に来て、はい、会ってます。はい、でちょっとね、いろんなことやって仕事の合間なんですけども、せっかくなんでね、ふと思い立ったらもう吉日思い立ったのが遅かったな。どうでした？すごいざっくりいや、バタバタだったんですよね、あの時ね。コンサートの話なんですよ。そう、コンサートの話。3月2日の山形の、はい、文書館で行われたコンサートの振り返りをしたいということですけれども、正解上手、はい、直前まで清里の方でね、素晴らしい動画配信のお仕事をしてたもんでね。そうです。それもちょっと改めてまだね、何をしたかもう、はい、僕もまだ整理ついてない部分があるので、ちゃんと立派にじっくりとね、やります。で、そんなことがありましたね、はい、そうまで山形に2人また戻ってきて、もうたくさんのお客様にご来場いただきまして、本当にありがとうございました。本当超満員でございました。ありがとうございました。ね、本当に素晴らしかったですね。結構皆さんお忙しい中、いろいろな行事もある中で、こう途中で抜けて駆けつけてくださったりとか、あと行けないんだけどって言って励ましの言葉たくさんいただいたりとかしまして、お花とかもプレゼントもたくさんいただきました。本当にありがとうございました。嬉しかったです。文章館、はい、あのホールを使うのが夢だったんですよ、本当に。何かの記念の時、大事な時に使いたいなって、使いたいなというか、もう演奏させてもらいたいなってすごく思っていて、嬉しかったですね。いい響きだった。マリンバに合うのね。カルテデュオもありカルテットもありだったんですけど、そのなんていうの、誰がどこの場所で弾くかで響きが全然違うっていうのが、こんなに現れるんだって、ね、ちょっとマニアックな話ですけど、すごい面白かったですね。一般的なホールって言いますと、ステージと客席って分かれているんですけども、今回使った会場というのは一つの空間の中に、ど真ん中にステージを作りました、でお客様にこう囲んでいただくっていうことなので、ステージでもある音で、ステージの音をそのまま聞いていただいているような、客席のそのまんまの、空気を私たちが味わっているような、もう本当一体感のある、場所でした。聞いているお客様と出している音が本当にイコールの場所で、あれはね、一体感、あったかい空気でした ね。またね、山形のこう空気感、普段ほら山形に住んではいないけども、ちょいちょい行かせていただく間にこう、ね、知り合った仲間だったりとか家族だったりとかね、そんな中、チアーズというものを山形でキープしてもらっていて、今回ね、久しぶりに25年経ったんだなって、もう本当にそれこそ決戦の時から知ってくれている方とかもね、駆けつけてくれたりとか、お友達もね、来てくださったり、あとはもうその知り合いだけの内輪だけってことになりがちなんですけど、これって全然違いました、今回本当に、告知を見てチケットを買って来てくださったりとかね、きっと YouTube 見てくださった方もいらっしゃるかと思うんですけども、本当に初めましてで応援してますとか、 YouTube 見てますとかっていうね、お声いただいて、すごい時代になりましたね。そうだ、もう本当そのコンサートね、演奏も良かったんですけど、何せなんかトークが面白かったっていう、トークショーね、お声をねたくさんいただいてそこから見たっていう方も結構います。私も知り合い。本当ですか？はい、もう YouTube 行っちゃった、見てるかもしれないっていうね。何さん？よっちゃんとか。よっちゃん、はい、いろいろ。よっちゃんなんだから、はい、そうそうなんです。我々はね、そのコンサートができない時期がやっぱり長く、皆さんもそうだと思います、行けなかったりとか演奏できなかった方も多くいるんですけども、もちろん同じくで、なかなかその中試行錯誤をして、で自分たちにぴったり合った形でこういった YouTube という形でいくつかの、ね、動画チャレンジもしましたね、リモートでやったりとかありましたけども、今日はもうこの動画用に撮った演奏ではなくって、実際に会場で演奏した1曲、記録しているビデオの中から1曲なんかね、流したいと思うんです。はい、後でちょっとその曲決めて皆さんにプレゼントしたいと思います。はい、全曲流してしまうと来てくださるお客様にね、特別感がなくなってしまうかなと僕は思うんですけどせっかくなんで、なんか、とっておきの1曲をご用意したいと思います。はい、上原さん、じゃあ、先にじゃあ曲聴いてもらいましょうか。分かりました。その後ちょっとお知らせがございます。まずは曲をお楽しみください。
かがでしたでしょうか。山形でのコンサート風景、本当に会場がいいところ、暖かくて、そして我々のね、あのキャラクターも許してもらえるような、そんな、ね、暖かい山形で演奏できました。そう、ちょっとねこれも見てほしいんですよ。それでなんだっけ、共演した持ってきたの、持ってきたよ、もちろんこれがあるから、見て。じゃあこれ 見せましたか皆様。いえ、見せてないですね。初お披露目ですね、はい、じゃあこれ何ですかね、あのグッズではなくて記念グッズではなくて、まあ、チアーズの25周年アニバーサリーと書いたタオルなんですけども、はい、実はあのサポートメンバーというかデュオではなくてカルテットのメンバーの飯野南と大玉由美、飯野南と大玉由美、はい、実はですねいつも何かサプライズをしてくれるんですけど、そうなんですよ、もうあの記念に作ってアンコール前にこれを持ってきてくれてプレゼントしてくれたというね。あのそう、前は僕あのパーカーね我々もらいましたよね。あの時はね大森さんの誕生日サプライズだったんですよ。あれあなたも参加してた。山梨公園の、はい、で我々の20周年の時にまた2人に協力してもらってたのでT シャツですね。あーそうでした、そうでした、そうでした、あるあるある。でその大玉由美ちゃんね、大玉由美ちゃんのことたまごちゃんって呼んでるんですけど、たまご、うん、ちゃんはそのこの日この山形公演の時に、うん、その当時の T シャツを着てくれてたんですよね。そうでしたね、嬉しいですね、本当にね。なんでそういうの忘れてるかって話なんですけどね。でね、もう本当にたくさんの方に欲しい欲しいって言われてるんですけども、うん、強く一番言われてるんですよこの人にこれねこれさ、これ、ね、よく見てもらうとさ、分かるか、確実にメンバー僕ではないんですよねおてもがいて、卵がいて、みなみがいて、これ、うん、あの吉田ちゃんっていう、まあ、僕のチャンネルでもちょいちょい登場してくれてる吉田ちゃんが、はい、まあ、出てるというこのね、いきさつはまた今度話そうかな。そうですか、うん、ありがとう。チアーズに入ってくる、あの吉田くんからね、はい、本当にこのグッズが欲しいって、だろうね、自分が映ってるから本人だから、そうです、そういうことですそうですね、内閣官が、はい、はい、山形での活動もいろいろさせてもらってますけども、はい、去年から私もですね、はい、山形であのチアーズではない、うん、あの演奏活動でお邪魔しているんですが、それがこちらなんですね。はい、プロウィンド023という吹奏楽のコンサートになります。こちらは山形にゆかりのあるプロの演奏家たちで結成された吹奏楽団で、山形出身というのはもちろんなんですけど、いろいろ縁があって今山形に住んでいる人とか、山形でいろいろ音楽を学んだ人などなど、まあ、そういったつながりの方で結成されているプロ集団ということで、おそらく東北では山形しかまだない、うんうん、集団だと思うんですけれども、そこに山形つながりということで、山形が誰よりも好きだっていうことだけで、はい、あのエキストラのつもりで入ったら正規メンバーのところにリストに入ってて、なんかすいませんね、いろいろすいません、ありがとうございますありがとうございます、受け入れていただいて嬉しいです。ということでですね、毎年5月のこの連休の時に定期演奏会を行ってるんですけれども、今年もございまして、第11回定期演奏会、山形テルサホールというね、山形駅の西口にあるとても素敵な響きのするホールでのコンサートになります。10周年の時私たち演奏した場所、そうなんですよ、ね、10回目かな、うん、実はそのコロナ禍でですね、3年ぐらいかな、あのできなかった時期があったので、うん、第10回というものが延期になってしまってたんですよ、はい、なので昨年か、そうなんです、はい、年数でいくともうちょっと経ってるんですが、うん、まあ、今回11回ということになりますね。で5月5日、子供の日、うん、はい、日曜日の祝日になってます。午後の3時開演になっております。いろんな SNS でも情報が発信されてますので、そちらからチケット情報などご覧いただければと思います。課題曲全曲演奏します、コンクールの課題曲演奏ってさ、初めて聞いた人、はい、何の課題曲だと。そうですよね、はい、コンクール、全日本吹奏楽コンクールという、毎年あるね、はい、そうなんですよ、いわゆるな吹奏楽のコンクールが全国大会までの規模であるんですけども、私たちも学生の時は必ずやりましたね。やりましたよね。で、あの、まあ、大編成という人数が大きい、編成で出るとその課題曲を演奏するというですねことがありまして、毎年あの今4曲課題曲というのが仕上がっておりまして、あ、もう出た今年の、あ、出てます、そうですね、そうなんです、そうですね。で、
そちらを演奏するので、まあ、学生さんなんかにもとても好評いただいて、そうですね、実際にその音になって、あと毎年新曲が発表されるということ で、 それがまずあの音源という、ね、テープとかいろんなところで聞くことはできるんだけど、はい、実際にプロが舞台上で演奏するっていうのは、うん、こういった機会本当珍しいので、うん、高校生中学生一般の部やっぱり皆さん楽譜持って勉強しに来ますよね。そうなんですよ、私は緊張するんですよ、ね、曲の時スッてこう開いてあれあそこの音とかねあバレちゃうみたいな。多分、はい、去年僕の横に座ってた子たちね、僕の横って言ったらおかしいよね、僕が演奏してるとステージの、ね、うん、横、うん、多分打楽器だったなと思 う、 うだってこうやってやってあ一緒に、ね、やってたやってた。そう、まあね、そういったところもまた魅力の一つで、まあ、私たちとしても学生さんたちにぜひ聴いていただきたいって気持ちもあるし、うん、だけではなくて一般の方ももちろん楽しんでいただけますし、もう吹奏楽がとにかく大好きっていう方がたくさん毎年ご来場いただきまして、結構ね満員御礼になるんです。そうなんですよね、なのでチケットを求めの方はなるべく早めに。そうですね、毎年毎年やっぱりもう、はい、早いですよね、そのペースね。そうなんです、まあ指揮者も多い武井さん毎年振ってくださるんですよ。ところが、はい、は私ですね、はい、今年はですね、私ちょっとこれは去年私参加させてもらって、うん、ありがとうだったんだけど、今年ね出れないですね、私すいません、ちょっと山の方で、そっちの方のこっちも山だけど、いやあれなんだそう、そうですか。で、まあ、5月5日にもありますし、なんと5月6日には同じ県内の米沢でも、はい、コンサートがあるそうです。内容少し変えての。そうなんです、まあそうですね、何曲かちょっと違うところもありまして、でちょっとチケットの取り扱いなんかもまた別になってますので、うんうん、概要欄にじゃあまたそのリンク貼るので教えてください、ね、後で。ありがとうございます、よろしくお願いします。という形でね、はい、山形での音楽活動それぞれねやっております。それぞれやってます、僕山形で違うなまた山形にお邪魔する際には皆さんとお会いできるので楽しみにしてますので、お声掛けください。そして上原さん、この後また山形に帰りますけども、はいはい、頑張ってください、さよなら。どうもありがとう、はい、言い残すことない？ない、ま、何より本当にこの前のねコンサート、うん、お越しいただいた皆様、うん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。そして演奏も聞いてもらった、締めの言葉終わった、うん、あと大丈夫？なんか告知もやった、忘れてたことあった。あ、だからその音楽配信の違う件の方は僕がまとめて今度お話しますので、あ、そんな感じです、はい、バイバーイ